時は1800年。地球人はまだ電気といえばこすって起きる静電気しか知らなかった。フランクリンの静電気実験や江戸の町でも平賀源内のエレキテルが有名になった少し後、イタリアで一人の男が電気の謎に挑んでいた。科学は大いなる空想から始まる。絶対にするんじゃないぞ。絶対にだ。さあ落ち着いてその手を離すんだ。ボルタのおっさん、何なんだあれ。実験のために解剖したカエルの足だ。その下には銅の板が敷いてあり。ああ、おい、待て待て、待つんだ。そうそうだ、よし、いい子だ。あいつは何をしようとしてるの。真鍮でできた針金でカエルの神経を挟もうとしてるんだ。そうすると何が起きるの。恐ろしい、世にも恐ろしいことが起こると言われている。世にも恐ろしいこと。おい、見るんじゃない、見たら死ぬぞ。マジでヤバくね。なんで。見たら死ぬと言われている。なんで、どういう原理。それを知ったら死ぬと言われている。マジでか、それはヤバすぎるな。だから何としてもあの子を止めるんだ。そんなにみんな死ぬのに実験やってる人は死なないの。あ、死ぬぞ、やったら死ぬと言われている。おい、それやったら死ぬからやめろって。マジでマジで。絶対今考えただろそれ。ああ、やめろ、早まるんじゃない。死んでもエルビスには会えないぞ。おい、お前らもタヌキとキツネならなんかこうバーッと変身して縄を抜けたりとかできないのか。あ、そうか、変身な。おい、どんぶり、変身な。あ、そっか、変身な。ニョロ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 スルスルの、はい。掛け声適当だな。っていうか本当に変身できって変わってねえじゃん。いやいや、よく見ろよ。俺はどんぶりに、どんぶりは俺に化けてみました。どうかね、ボルタ君。どうかねじゃねえよ、意味ねえだろ。そんでお前微妙に下手だな、パチモン見てだぞ。おい、でも意外とあいつの気を引けてるみたいだぜ。そうか、よし、このまま奴の注意をそらしながら隙を伺うんだ。もう一度変身だ。ヘイヘイ、ポロリポロリンプールプルーの、はい。ほんと掛け声適当だな。お、人間型か。おい、あいつガン見してるよ。プープー、マジこれ効果ありまくりなんですけど。よし、次で一気に虫とか鳥に化けてやつの針金を奪うんだ。いやー、そういうのはなんていうかフィジカルなコンセンサスの都合でちょっと無理っていうか。一日にそんな何回も続けて変身できないっていうか。まあぶっちゃけ今日はもう変身できないっていうか。あボルタは電気の研究をしていたんだけど、ある時カエルを使った実験の話を聞いたんだ。銅の板の上に乗せたカエルの神経に真鍮の針金を押し付けると、なんと電気が流れて死んでるはずのカエルの足が一人でに動くんだって。これはカエルが電気を生み出したからだって考えられていたんだけど、ボルタはもっと重大な秘密が隠されてるんじゃないかって言うんだ。でもカエルじゃなかったら誰が電気を生み出したんだろう。